バスタンは、スペインナバーラ州のムニシピオ。ナバーラ州は3つの言語圏を設定しており、バスタンはスペイン語とともに、バスク語も公用語に指定されている、バスク語圏に含まれている。ナバーラ州の州都パンプローナの北 58km に、ある。バスタンの面積は376.8平方 km であり、ナバーラ州で最も面積の大きな自治体である。 自治体域の大半は共有地であり、羊や馬などの放牧地として使用されている。バスタイ渓谷は、フランス領バスクのラップルディア、バスナバールに接しており、バスタン渓谷の東側では、イスペンギ峠によって、北側では、ダンチャリネア峠によって通行できる。2017年の人口は7736人であり、約半数が、中心地区のエリソンド地区に住んでいる。 バスタン、スガラムルディ、ウルダスビの3自治体でバスタン群を構成している。バスタイ渓谷ではバスタン側の貸しにある牧草地を利用した小規模な牧畜が行われている。また、リンゴマルメロ、サクランボ、ナシモモなどの果樹栽培も一般的であり、近年ではキウイも栽培されている。山の斜面にはオーククリクルミトネリコなどが生えている。 大邸宅の敷地内には奇妙なヤシの木が植えられていることがあるが、これは16世紀以降に多くのバスタン人がアメリカ大陸に移住したことに由来するとされている。バスタンの自治体域は15の地区に分かれており、自治体庁舎があるのはエリソンド地区である。バスタンの文化は本質的にバスク文化であり、家庭では未だに主としてバスク語が話される。 スペイン語で教える学校に入学することも可能だが、バスタンの子供たちの大半は、イカストラと呼ばれるバスク語教育の学校で学んでいる。多くのイカストラでスペイン語は、第二子供として教えられ、スペイン語よりも英語による授業の方が多いこともある。バスタイ渓谷には、高等教育機関がないため、多くの若者は、ナバーラ州の州都パンプローナや、 ギックスコア県のケントサンセバスティアンなどの都市部の大学に進学するが、若者のバスタン渓谷との結びつきは強く、多くの若者が後年にはバスタン渓谷に U ターンする。2001年の人口は7501人だったが、2017年の人口は16年前より200人以上、多い7736人だった。二千十二年、イニキエリサルでは、 アイスクン地区近くのボサテ集落に住んでいた被差別民のカゴ映画ベストンを制作し、この作品はサンセバスティアン国際映画祭で上映された。2013年、ハードボイルド作家のドロレスレドンドはバサジャウンの影を観光した。この作品はバスタン警告三部作の第一作であり、20言語以上に翻訳された。ありがとうございます。